はるくん、かわいい。祭りの季節がやってきたね。もうちょっとしたら夜店も始まるよ。うん、ね、ということでね、もうそろそろね、お祭りやね、夜店がね、盛んにね、行われる季節になっていきます。そしてね、今日はそういったことで今回ね、こちらの3種類のポイを買ってきました。5号のポイと6号のポイと7号のポイです。本当はね、4号のポイっていうのもこちらにあるんですけど、4号のポイはね、売ってなかったので買えませんでした。ということでね、7号、6号、5号とね、強さがあるのは知ってると思いますけど、皆さんね、実際ね、7号が一番薄いんですね。こちら極悪なね、屋台とかね、使われてる可能性があるポイです。こちらを使うとね、ほぼ取れないと思うようなぐらい取れないポイなんですね。そして6号がね、やや薄いポイですね。そしてね、結構ね、5号になると強いポイになってきますんで、今日はこの3つを使ってね、どれだけポイの強さが違うのかね、ちょっと見ていきたいと思います。じゃあね、よーい、スタート。うわ、これ難しいんだよね。あら、もう破れた。はるくん、やっぱり7号だね。これね、一遍濡らすのがコツなんですよね。あ、こんな感じでね、こうやるのがね、こうやればね、結構ね、取れやすいんでね。あ、7号のポイでも結構取れます。やった、ね、水をとにかく入れないようにして、で、ここのね、紙で取るんではなくて、こうやるのが、あ、はい、こうやって取るのがね、コツになりますね。こうやって、あ、破れた、破れた。さすが7号ね。さすがにこのくねくねボールは取れないか。あ、取れた、取れた、取れた。こんな感じですね。あ、でもすごい、やっぱりすぐ破れる。あ、やばい、めっちゃ破れる。スーパーボールアンバサダーのパパでもすぐ破れるよ、はるくん。じゃあちょっとね、2つ目のポイいきたいと思いますね。これね、一度ね、水につけます。お、破れたな、はるくん。1個しか取れんかった。あ、僕は結構落ちた、うん、こんな感じですね。上手。はい、こんな感じでね、やればね、スーパーボールはね、何個でも取れるんですよね。あー、破れた。あら、ハルキー、反則じゃ。それ屋台のうち怒られるよ、もう。こらー、誰のスーパーボール取っとんやねんって。やっ、めっちゃ破れる、これ。めっちゃ破れる。はい、ということで7号のポイを使って、パパね、本気でやりました。7号のポイを使って2、4、6個、6個取れましたね。はるくんは、はるくん1個な、はるくんは1個です。ということでね、じゃあ次はね、はるくん6号のポイ使ってみようか。はい、それじゃあね、次は6号のポイをね、使っていきたいと思います。はるくん頑張るぞ。うぅ、やるぞ。さっき1個だったからね、今度6号だと3個取ってね。3個、結構10個も取る。取れるかな。さっき1個だったから3個目指して、よーい、スタート。あ、やっぱり全然違うな。めっちゃ取れるやん。あ、全然違う。あ、破れたし。うわ、いっぱい取れるな。パパ、いきなし破れたし。2個。あ、全然違う。どうして？3個なあ、全然取れる。あ、上手、ハルくんも上手。取り方が分かったんだよな。
ああ破れた、パパ、パパもう破れた、いきなし破れた、残念。で2枚目、はいパパ2枚目、よいしょ、よいしょ、2個取り、2個取り。あ、ハルくんすげえ取れるな、めっちゃうまいやん、ハルキファン。6号だったらめっちゃ取れる、ハルくんめっちゃうまいんじゃけど、6号めっちゃ強いんじゃけど、6号になったらもうねえ。あ、ちょいちょい、あ、破れた、い6号になったらめっちゃ強いな、多分屋台7号だね、こりゃ6号めっちゃ強い、ハルくんすげえじゃん、あ、上手、うわ、すげえ、あ、めっちゃ強いんだけど、6号、あ、ちょい破れた？な、次のやり、よいしょ、6号になったらもうほぼ全部取れるんじゃない？よいしょ、あ、ほんとだ、すごい、はるくん、はるくんめっちゃ上手、よいしょ、破れた、やっぱあのくねくねボールでかいけ破れるな、これだったら、あー破れた破れた、はい、けん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 、逃げるけな、あー、やられたやられた、残念。はい、パパね、明らかに6号めっちゃ取れますね、はい、終わり。はるくんもめっちゃ取れました、はるくん何個、2、4、はい、はるくん15個でパパが22個取れました。6号っぽいね、強い、もう6号っぽいになるとね、結構強い、すごいな。ということは5号っぽいになるとね、ほぼ全部取れるんじゃないかなって思いますよね。多分はるくん5号っぽいになったら全部取れるで。はい、それでははるくんやってきたよ、ついにね、ついにね、現段階では最強の5号っぽい、めっちゃ強いよこれ、5号っぽい、これだったら多分ね全部取れるから頑張ってね、ちょいちょい、はるくん全部取れるから頑張ってね、ちょいちょい、はい、よいどーん、いいよ、全部救おうね、はい、いくよ、めっちゃ取れるんじゃないこれ、多分ニコ取りとか当たり前に取れるんじゃない、ほらなあ、ほら、はい、ニコ取りでもへっちゃら、あ、すごいすごい、はるくんすごいすごい、ちょいね、何個でも取れるんじゃない？多分。よいしょ。よいしょ。よいしょ。めっちゃ取れるよ。はい。ほら、すごい簡単に取れる。ね。取れ。めっちゃ取れるよん。じゃあ、で、結果。破れた？チェックイコチェ、わ、これ、これね、くねくねボール結構難敵、あー、破れた、くねくねボールが結構やばい、よいしょ、全部取らんといけんけな、宣言したけな、はるくんな、やばいやばい、
ちょっとやばいかな、このペースだと。あ、取れんのじゃない、このペースだと。よいしょよいしょ、やばいやばい、よいしょよいしょ。あー、真剣モード、よいしょ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 。ちょっとね、くねくねボールをね、後にしよう。なんか結構くねくねボールが難しい。よいしょ。よいしょ。うわ。よいしょ。はい、手、落ちた。うん。次の。あとまだあるよ。結果、うん、頑張れ。結果。全部取るって言ったんだけどな。取ろうな、はるくん。うん。あれ取れん、めっちゃ逃げるしな。よいしょ。あ、やっぱり取れるな、なんぼでも。あ、破れた、あ、破れた、あ、破れた、ごめん。よし、2つ目のポイを使いますね。なんかこっちに傾い、こっちにみんな来るよな。多分家が傾いとんかな。ちょいちょい。さあ、やばい、全部取れん。はい、最後1個になっちゃいました。はるくんも最後終わり、うん、終わり、それ反則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 ダメよ、ちょい反則ダメ。オーケー、うん、手で取っちゃダメ。はるくん、これはやばい、全部取れない絶対。これさすがにちょっと調子に乗りすぎた。あー、やばい、これはもうもうダメだ、ほぼダメじゃ。やられた、はるきくん、やられました。でもやっぱり、はい、5号ポイだとね、3つのポイでね、こんなに取れましたね。ただ全部は取れませんでした。はい、やっぱりね、5号ポイめっちゃ取れます。ということはね、4号ポイだともっとすごく取れるっていうことですね。なあ、はるくん、すごいな。はい、今回は5号ポイと6号ポイと7号ポイをね、比較して遊んでみましたね。やっぱりね、5号ポイめっちゃ取れました。そしてね、6号ポイでも結構取れますね。7号ポイはやっぱりね、取れませんでした。ほとんどね、夜店とかで使われてるのは多分7号だと思います。結構取れないんでね、できればね、皆さんもね、ぜひこれからね、夜店とか屋台とか出ますんでね、強いポイを使ってるお店でね、遊ぶようにしたら楽しめると思います。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。バイバーイ。